です。何やらウインカーがつかないということがあったんで、このまあよくある結構これある事例なんよということで、皆さんに紹介していこうかなと思います。表情としては、はい、まあ、ウインカーまたはホーンが鳴らなくなるで、はいはい、なってで、ヒューズを見てみたらこう切れてます、これわかる？ああ、真ん中がね、真ん中黒くなったら繋がって切れてるじゃん、うん、ヒューズが切れてるのはどっかショートしてるので、よくあるのが、まあ、ここじゃない、このねネジ、このネジがあるでしょ、ネジが、これが配線に止まったのに締めて、これが緩んでポロッと落ちてここにカバーがある、鉄の、うんうん、あそこにアーストルってこと、そうそう、当たるって、でここがプラスなんよ、もう ここがプラスなんよ、うん、ここプラスだけ、この間にピッて入ったらバチンってショートするよ、ここで、うん、カバーが鉄がゆえに、なるほどね、うん、これでもうボディアース取っとるけん、でここ見ると焼けた跡があるよ、絶対。どれどれ、ないか、うん、焼けてますね、焼けてなかったですね。ここ1個ネジがなかったけど多分そこだと思う、うん、でまあこれね安くていいんだけど、ここがちょっと若干の弱点、たまーにあるよね。でも結構使っとるじゃないですか、うんうん、ごくたまにここが緩むことがある。ちっちゃくて、あのちょっとちっちゃくて、前もやってなかったというか、前も見たような気がするし、これ、うん、じゃあこのウインカーダメ、これだったっけな、これはね、いや、このスイッチダメ、分かんないです、使ったことないんで、ちょっとこれ小さすぎてから回せれへんわ俺。じゃあもうどうし、直らんってことで大丈夫ですか、うん、もうオーナーさんに謝るか、全力で土下座するか、いや一緒やろどっちも。ちょっと入らんわこれ、さすがに、ちょっとこれ、あ、来た、ちょっと待って、こんな感じ、緩むんですか、ここが緩む、そうそうそう、配線をギュッと縮めてるだけでいけん、配線をギュッとつまん押さえつけてるだけでギュッて、うーん、結構ここが緩む、こういう的に全部見とく、でもまあいずれまた緩む時が来るってことですよね、うん、定期点検項目ね、そんなとこ開けるっすか。まあちっちゃいけんね、あんま閉めたら、しかも配線をギュッて潰しただけでさ、その止まってはないってことでしょ、潰しとるってことは、そうない、そうない、これまた難しいとかね、難しくはないでしょ、でも俺はこのスイッチが好きでこのスイッチを使うけど、ほんま最近それしか使ってないですよね、うん、だって楽じゃん、楽って言っちゃった、いや楽っていうのがそのこれ何がいいかって、ハンドル変えた時とかにそのまま使えるんや、確かにね、うん、別に配線中通しとかしてもいいんだけど、結構あとね、ここの噛み合わせが悪い時とかもたまにある、よし、埋め込まんでいけんよ、そう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 、うん、そうなんで、これこの設置自体そんな高くないけんさ、うーん、でこの設置がね硬くなるのは油を差してあげんときに、定期的に、どこ、ここにシュッて、まあ、後で見せてあげる、お願いします、油を差してあげんと、オッケー、ジャスティス。
あ、違うね。はまこれ、ね、こうはまってないじゃん。こう、わかる。プラグだけ掃除しとってくれば、発生から乗っかる。直ったっすか。いや、多分そこが原因だと思うけ、いけると思うけど、2件買った場合のみ、あの、あたかも何もなかったかのように動画を出してほしいです。どういうことですか。よいしょ。配線が多いよね。よいしょ。え、もっと。うん、で、バッテリーをちょっと端子をつけます。よいしょ。じゃあ、じゃあつけば OK。 うん、多分大丈夫だよ。これなんかこの中だったんだね、多分。 OK。 ここは油さした方がいいんだけど、定期的にね。そんなにすか。うん、結構その外に面してるけんさ、そんなすぐ乾く。これの携帯？心霊現象や、それも。OK！ ジャスティス OK、なりました。ちっちゃいのがついてた。ああ、そういうこと。うん。OK、ジャスティス、ジャスティス。はい、先行に行って。OK、ジャスティス。よくあります、これは。このスイッチ系はよくあります。すごい、油刺さない。おで、これは記憶から消えてる。早すぎる。まあシリコン系でもいいし、あのメンテワコーズのメンテループでもいいし、556とかだったらやっぱ緩みやすくなるけどさ、うん、あのネジが、まあ、こういうの塗ったりします。なんかさっき玉が入っとったんやな。 あの玉が硬くなるんよ、錆びて。あ、錆びるんですか。そうそう、あ、なんか錆びるよ、これ。はあ、こうやって、あ、定期的に刺してあげると、よりスムーズで、あの爽やかなバイクライフを送れると思います。爽やかまでいくんですか。うん、なんかあるんですか。以上で、バルカンウインカーがつかなくなるでした。